はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、安田でございます。白血病、糖尿病、生活の気晴らしね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、11月11日でね、ポッキープリッツの日ですね。いや、もうかれこれどれぐらい食べてないでしょうかね。まあ覚えてないぐらい食べてないですね。まあ好きなんですよ。好きでしたよ、ポッキーね。昔のつぶつぶいちごとか、あの緑色のパッケージのね、メンズポッキーとかね、ありましたよね。まあ同じ世代の人ならご存知だと思うんですけどね。まあよくバイト代で買ってましたね。まあそんでこのポッキーのようなね、まあ、買い物にねちなんだ話でね、まあ、僕今チャリ活をしてるんですけど、まあ、チャリ活ね、自転車ねやってるんですけども、まあ、実は買い物という目的があるからこそチャリ活ができるんですよ。まあ、ただただ30分、まあ、時には1時間もかけてね、まあ、何の目的もなしに自転車を漕ぐというのはね、僕はなかなかできないですね。まあ、というかね、やりたくないです。あの中にはコメントをくださった方の中にね、もうエアロバイクをね、勧めてくれたんですけども、いかんせん置く場所がなくてですね、買ってません。まあなんと言いますか、こうね、まあ週に何回も買うものなんかね、あるんかいなってね、思われがちですけども、まあ、この普段の食材とかね、別として、まあ大好きなね、牛乳などは、まあ別にしといて考えてまして、まあ1回のチャリ活で、まあ1、2品ぐらいね、とね、決めてます。まあ、なので、例えば100均に行ったとしたら、1品買って買える。で、次回に、1品買うなどとして、自分の中でこのルールをね、決めてます。またね、東の100均に行ったら、次は西の100均に行くなどとしてね、工夫をしていくとね、こう飽きずに自転車を漕ぐことができますしね、楽しめますね。まあ、あらかじめ買うものは、まあ、決まっていくわけなんですけども、もう買い物行った時にね、この店内をうろうろしながらですね、ああ、これいいなぁとかね、そんな感じで、まあ、次の目標がね、できたりします。まあ、なかったらね、別に何も買わずに、ああ、なんかやっぱりこれ良かったけど、もうええか、みたいなことを置くのもね、まあ、買い物のね、一つなんでね、まあ、その、行った先で、お水買うたりね、水分をね、買う日もあります。といった感じでですね、何か目的を持って、目的地まで行って目的を果たすことのための手段として、電動自転車を30分から1時間かけて漕ぐということをね、運動としております。またこの買い物中こううろうろしている感じがね、こう店内歩くでしょ、ほんならこうちょうどええ感じにこうクールダウンになるんですよね。こう使った筋肉をこうゆっくり歩いてね、うろうろしながら生理運動みたいな感じになってますけどもね。まあそうやって歩きながら、まあトイレも行けますし、まあほんまに今はこのええ運動になってると思います。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。